ハロー YouTube、 今回もガチンコマッチョクラブミスター M さんにお答えいただきました。3つの習慣でですね、ダイエットをものすごくねやりやすくやる、そして、筋肉をつきやすくするというものが明確に、回答をいただけたわけなんですけども、じゃあ個別具体的なことなんですけども、私はねコーヒーを飲んでるんですよ。あと後ろにあると思いますけども、このバリスタでねコーヒーを作って飲んでます。まあブラックなんですけどもね、これ1日5杯ぐらい飲んでるんですけども、まあ飲みすぎかなという気もしないでもないんですけど、まあデスクワークがね多いんでそうなっちゃうんですけども、あとねこういう風に実はねカメラには入ってないんですけども、お菓子があるんですよね。おかきが好きなんですけども、今回はバタークッキーなんですけども、これをね1日にね、あのそんなにたくさんじゃないんですけども、あの100円ぐらいの1袋があるじゃないですか、なんか 150g ぐらいなんです。あれをまあ 2,3 日に1袋ぐらいですかね。だから個数でいうとこれがまあ5個ぐらいつまんで食べるような感じですね。これが私の完食です。で今はバタークッキーですけども、大抵はねおかきなんですよ。おかきをこの中に入れて、でこれがね、いっぱいになった状態からまあ3、4日から1週間ぐらいで空になるぐらいですかね。まあそういう完食をしていますね。もちろん何も食べない方がいいんでしょうけども、私の場合はこの乾き物を食べることによってね水分補給が進むんですよ。まあコーヒーばかりじゃなくてお水とかも飲むんですけども、ミスター M さんが言われてたように、まあそうだ、ペットボトル2リットルを2本ぐらいミスター M さん飲むのかな。まあ私は体重が80キロ半ばなんで、まあ3リットルとか4リットル飲んだ方がいいんでしょうね。水分的にはそのぐらい取れてるんですけども、まあだいたい水をそのまま飲むっていうのはね1リットルぐらいなんですよ。500のペットボトルを2本とか3本とかですからね。あとはこういうふうなコーヒーとか食事中のなんか飲料で賄ってるって感じです。あと食事もね3回きちっと私も取るようにしてて、その消化酵素っていうんですか、食べ物を食べることによって消化酵素が出るから、それで痩せやすくなるっていう風に聞いたことがあるんですよね。その辺もそうなんですかね、やっぱりね、ですんで、私は消化酵素を出すために食事をするみたいな感じで、もちろん食べ過ぎないようにはしてますけどね、本当に食べる量は意図的に減らしてるかなっていうところですね。であとこれはついでなんですけども、お酒もやっぱりやってないですしね、本当に1年に1度か2度ぐらいかな。しかもなんかこのぐらい、本当にこのぐらいしか飲まないんですよ。だから飲んで本当1時間もすればね飲んだこと忘れちゃうぐらいなんですけども、まあ飲酒もちょびっとしますね、やっぱお酒をねしっかり飲む習慣っていうのはなくなりましたね、であとやっぱこう太りにくいんですけども痩せにくいというね、最もくすぐったい位置にいるのが私なんですけどもね。で筋トレもしてるんですよ。で筋トレもしてるんですけども、やっぱりなんかねだんだん筋トレもできなくなってきますよね、体が衰えてっていうか、ハードに追い込むってことはしないんで、はい。それでねいろいろとお話しましたけども、まあ私の生活習慣ってのはこんなもんだよってことなんですけども、肝心なのは運動することだと思うんですよ。私は最近、まあ、子供と一緒にねこうベビーカーをしながら30分なりね1時間なり、近所をねぐるぐる回ったりするんですけども、やっぱベビーカーを持ってるんで、その負荷が体にかかる負荷ってのが割と少ないんですよ。何も持たずにこうやって歩いてたらね体重全部自分で面倒見ることになりますけども、ベビーカーで体重を預けることも結構ありますんでね、まあ、その分だけ割とサクサク楽しく歩けるかなってところでございます。で音楽聴きながら歩いてると結構楽しいんですよね、まあそういう感じで過ごしてますね。はい、特に今回質問はなかったんですけども、そういう感じで私もやっております。で動画をご覧の皆さんはねミスター M さんにいろんな質問を出していただけると丁寧に答えていただきますんで、すごくね参考になるんじゃないかなと思います。もちろん自分の考えているダイエット方法とかと筋トレ方法とミスター M さんのアドバイスしてくださること違うことがあると思うんですよ。もうあとはね違ったらどっちがより自分にとって気持ちがいいかなって考えればいいと思うんですよ、いろんな考え方があると、一人一人ね相反する別々のダイエット方法があるのは当然ですから、体質も違うし使える時間も違うし代謝の量も違いますしね、そもそも体重も年齢も違うわけですから、一律にこれをやったらみんなそうなりますよってことが言えないと思いますから、だから一人一人がね取捨選択することが大事なのかなと思ってます。では今回ねガチンコマッチョクラブ本当に返信動画ありがとうございました。では失礼します。